グレーテ・フォン・ツィー・リッツは、ドイツとオーストリアの血統を弾くオーストリアの作曲家、ピアニスト。グレーテ・フォン・ツィー・リッツは、ウィーンに生まれ、オーストリアの貴族の家系として、ウィーン、インスブルック、グラーツで育った。彼女は6歳の時、初めてピアノの手ほどきを受けた。その後、ピアノ風フーゴ・クレーマー、作曲を、ロードリックも女子ービックスに支持する。彼女は8歳の時、 初のコンサートを行った。その後、彼女はベルリンでフランツリストの生徒であるマルティン・クラウゼトル・ドルフ・マリア・ブライトハウプトから作曲とピアノを学ぶ。1921年、彼女が作曲した日本の歌の演奏を成功に収めた後、作曲家になることを決心。フォン・ツイー・リッツは音楽の教師として教鞭を握る傍ら、 1926年から1931年までフランツ・シュレーカーの下で学ぶ。1939年にフランクフィルトで開催された国際音楽祭においてフォン・ツィー・リッツは18カ国から集まった作曲家の中でただ一人の女性だった。2009年、ウィーン・ドナウシュタットのジリッツ・ガスは彼女にちなんで名付けられた。彼女は2001年にベルリンで池を引き取った。 ありがとうございます。